エスケンです。ということで GoPro ヘルメットここにつけようかなと思って、ここにつけた時の、音声認識の認識がどれぐらい反応するのかっていうのを、まあ室内ですけど、後で外でもやりますけど、とりあえず室内からも、先にやっていきたいと思います。ということで GoPro つけてみてみましょう。僕の場合ね、顎のここにもう目の前にあるんで、まあ、多分ね、反応すると思う。スイッチオン。うん。いいね。GoPro 動画スタート。はい、来ました。動画スタートしました。で、こうやって、ウェイ、ウェイウェイウェイ。GoPro 動画ストップ。お、完璧。完璧です、これ。今は開けた状態だったけど、閉めた状態で。GoPro 動画スタート。ブイーン、ブイン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 ブイーン。GoPro 動画ストップ。GoPro 写真。GoPro 連写スタート。やーべえ。GoPro やべえ。マジでやばい。これはやばい。だってもう、だって、何もしなくていいもん。こう。で、見ながらできる。GoPro 写真。GoPro 動画スタート。GoPro 動画ストップ。やべえ。これはやべえ。これはね、バイク、とかいう、まあ、両手下がってるし。もうね、いや、僕今までぶっちゃけソニーとか好きだったんですよ、アクションカメラとか。でも、GoPro がまたこれは巻き返す。GoPro Hero 5の音声認識はやばい。でも今なんかまた GoPro Hero 5の音声認識って言ったらなんか知らんけど写真撮った。まあ、こうやって普通に喋ってる間も何かしらこう、写真とかいう風な感じに反応する場合がある。まあそれは仕方ないね。うん、音声認識やから。ということでつけてみました。普通正面に向けるけど、ちょっとマウント取り外すのがめんどくさいんで、ちょっとこのままやりますね。いきますよ。GoPro 写真。うん。GoPro 動画スタート。GoPro 動画ストップ。GoPro 連写。GoPro 写真。GoPro 写真。GoPro 動画スタート。GoPro 動画ストップ。GoPro 連写。ということで、まあ、室内で頭、このぐらいの距離でヘルメットでシールドをしてても、音声認識は反応します。はい。で、まあ、野外じゃ無理やろうな。わかんない。ちょっと今から試してみます。